こんにちは、チョメです。バージョン2オープニングの X のところちょっと変わってましたね。飛竜とかがちょっと見えたんですけど、冒険をする縛りプレイがなんかバージョン2になったらね、新たに追加できるみたいです。しませんけど。長かった。レンダーシアへ向かおう。私デラックス版なんですよ。2023年5月の26日13時30分ですよ。もうコンシェルジュのところか。いや、ちょっとずつ思い出してきたな。ルーラーしてコンシェルジュだからグレンのところかな。言っとこう。よく福引きを引いてました。ここで多分キラーマシン倒すんじゃないかな。ラギ雪原の、私の記憶が正しければ。冒険者の発展知識。労働時間はこのように流れますね。移動の速度は。あとマイクロ SD カードも変えたんですよ。ダッシュの仕方とかどうだって。これドルボードか。あ、これか。R1 か。さあ、話しますね。まあ、行くところがわからない人は、ここの戦歴のクエストリストで、紹介されてるっていうところを見たらね、今から何をすればいいのかっていうのがわかりますね。いつもご利用ありがとうございます。この度、チョメ様宛に特別な依頼が届いています。なんとこれまで普通となっていた、レンダーシア上陸に関する依頼のようです。内容を説明しましょうか。はい。先日、レンドア島とレンドア市をつなぐ定期便、グランドタイタス号の修理が完了し、出航の準備が整ったという報告がありました。しかし、レンダーシアへ上陸するためには、入ったものすべてを迷わせ、海に沈めるという紫の霧、迷いの霧を越えなくてはなりません。その霧に対抗する手段を探した結果、魔法の羅針盤という特別な羅針盤を使えば、レンダーシアへ行けることが分かりました。しかし、魔法の羅針盤を作るためには、特別な材料が大量に必要となるため、実力ある冒険者の方に協力を依頼して集めることになったのです。その特別な材料とは、魔法の聖水が5つ、そして無限の磁力石という不思議な石。この依頼を達成していただけると、レンダーシアへの道が開けることでしょう。チョメ様、受けていただけますか？魔法の聖水はもう普通に道具屋さんで買えば OK ですね。無限の磁力石はキラーマシンを倒せば確実に拾え。カラクリ大名を何匹倒すと。だからキラーマシン1匹倒すか、カラクリ大名を何匹か倒すですね。材料が全て揃いましたら、どの町の宿の案内係にも構いませんので、すぐにお持ちください。チョメ様が無事に魔法の羅針盤の材料を手に入れられますよう、お祈りいたしております。振り仮名つけたからなんか見づらくなっちゃったかな。じゃあちょっと行くか。ラギ雪原ね。いや、このルーラーってほんと便利ですよね。ちょっと操作方法私は忘れてるんでね。どこがどこかちょっと忘れちゃったな。あ、これか。雪原前か。あ、今おしゃれしてます。鶏の頭のやつとかつけてます。到着した。合ってるね。雪が降ってたらホークブリザードとかも出てくる。あとマイクロ SD カードを変えたせいでロード時間がちょっと遅くなってるかもしれないな。安いやつにしちゃった。128なんとかなんとか。どうやって乗るんだったっけ。あ、 L2 か。あとマップも見方もこんな感じかね。枠の中ってこれ雪が降ってる時だけホークブリザードって現れますからね。まだ図鑑集めてない人はね、雪吹雪の時にねちょっと来てみてください。おったおった。懐かしいな。これ1匹倒すだけで OK だったよな。さあ、敵との戦闘のロード時間は、いや、めっちゃいい SD カード買えばよかったかな。これ命令さスローにする。あ、なんかテンションとかみんな上がってるし、まあ、ガンガンでいくか。いや、戦えフーラちゃんとラグアスとチョメでいこうかなと思って。すぐ倒せるよね。必殺技使っちゃった。これは Y でスキップできます。相手にもならねえな。はい、これで届ければいいのか。無限の磁力石を落としていった。よし、すぐ戻るぞ、ルーラー。これお気に入りに登録しといてもいいかもしれませんね。グレン城下町でいっかな。本当はこれ、始める前は私、踊り子でやる予定だったんですけど、デラックス版のダウンロードが遅れてて、ちょっとやっぱバトマスにしようって言って、ちょっと実況が変わった感じです。はい、渡す。魔法の聖水はもう持ってたやつですね。まあ、福引きとかしてたらいっぱい持ってると思いますね。はい、よし。レンダーシアやっといける。どんな感じだったかな。ただこれレンダーシア大陸に届いたらルーラーでいつでも行けるからさ、ルーラー使える人にね、連れて行ってもらったらいいんじゃないかって思うけどね。その乗船パス引き換えを港町レンドア南にある船舶管理局の
スギム局長に渡すと乗船パスと交換してくれる。乗船パスがあればグランド大佐スゴに乗ってレンダー社の大陸へ出発できます。はい、いよいよチョメ様の船出の時が近づいてまいりました。それでは良い旅を。いやめっちゃ長かったよ、ほんと船出大変だった、もう嵐だったよ。じゃあちょっと連動は南行きましょうか。釣りコインとかカジノのコインとかも集めてましたからね、ちゃんと。あとスキルもちゃんと振ってます、今回。あと移動のたびにこのロード時間があるの忘れてたな。まあ早いからいいでしょう。よし、バシッコバーニーちゃんはいないねこれどうです、この私のファッションは。一応今強さこんな感じなんですけどね、装備とか。どうやって見せればいいんだろう。あ、見せなくてもいいかなこんな感じですね。白愛の指輪つけてます。これじゃないよね。あんた出航の準備を手伝ってくれたんだってな、ありがとうよ。そこの船舶管理局の責任者に渡せば。女の人だったよね確か。あ、いた、思い出してきたぞ。うん、あなたってばやるじゃない、乗船パス非回券を持ってるってことは、あんたも羅針盤製作に協力してくれたのね。うふん、これで準備は完了よ。夢のような大航海があなたを待ってるわ。早速、はい、交換します。いや嬉しい、もうできるだけで嬉しいよ。おかげで材料は着々と集まっているそうよ。まもなく魔法の羅針盤が完成しそう。嬉しい連絡あったのみんな持ってきたらすごい数になるんじゃないこれ。乗る人が。あれ、またこの、スギリと入れ替わるんか。あ、違った。ホーローさん、久しぶりだな。あら、現在ホーロー様。わざわざお越しいただいたということは、もしかして?ん?ついに魔法の羅針盤が完成したぞい。これがあれば、いかに迷いの霧といえども、グランドタイタス号のレンダーシア到着を阻むことはできまいて。今はただの羅針盤に見えるやもしれんが、レンダーシアを包む迷いの霧に突入したとき、この羅針盤の威力を知ることになるじゃろう。いや、最高だわ。グランドタイタス号がまたレンダーシアに旅立てる日がついに来たのね。ありがとう、賢者ホーロー様。あなたって最高。あ、こうしちゃいられないわ。私、船にこれを届けに行ってくる。グランドタイタス号をすぐに出航させるわよ。元気でおったか。相変わらずビビッとかつユニークな顔立ちじゃの。まさかわしのことを忘れちゃいまいな。アストルティアに知らぬことなし、放浪の賢者放浪じゃ。でお主覚えておろうな。言葉足らずだったようじゃなすまんすまん。わしが確認したかったのは、前にランドン山脈で話した勇者姫のことを覚えておるかということじゃ。かつてエンダーシアから放たれた白い光、あの世界を包んだ奇跡の光をお主も見たじゃろう。あれこそがエンダーシアの大国、グランゼドーラ王国の王女が勇者として覚醒した時に放った光なのじゃ。世界に危機が訪れし時、大いなる光とともに勇者は目覚める。その名を勇者姫アンルシアという。お主には姫君の手助けを頼みたい。勇者姫に会うため海を渡り、グランゼドーラ王国へ行ってくれい。もはや一刻の猶予もない。すぐに準備を整えてグランドタイタス号に乗り込むのじゃ。ただいま。
聞いてちょうだい。船もクルーたちも準備万端。今すぐにでも出航できるそうよ。グランドタイタス号に乗るときは、船の前にクレインっていう船員にタイタス号乗船パスを見せてね。ではさらばじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。ホーローさん、久しぶりでしたね。てか、私が持ってきた瞬間に完成したってことは、私の分いらないんじゃないの？あと、ちょっと音量がちっちゃかったような気がするね。戦歴じゃなくて作戦で、システム設定か。サウンド。これ、ボイスとかちょっと上げた方がいいのかな？この辺の音量はどうなんだろうね。BGM とか、効果音とか。ちょっとずつ上げていってもいいのかな。ちょっとボイスだけこんな感じに開けとくか。OK。よーし、向かっていこう。みんなに話しかけた方がいいかな。やっこい。これからもっと自分を磨いて、スリム局長な人みたいになりたいみたいですね。いやー、序曲流れるかな、この後は。この人が話してる時に私も話すかどうかっていうのを結構迷ってるんだけどね。どうするのがいいんだろう。タイタス号乗船パスをお持ちのお客様ですね。見せましょう。これ弟かとか妹が現れるのってまだ先だったよね。ちょっとごっちゃになってるんだよね私。お兄さん、グランドタイタス号に乗りたいなら乗船パスあるよ。最後の一枚だよ。この船はもう長い間修理のために運航休止してたんだけど、それが終わってついに運航再開するんだ。記念すべきリニューアル後の初出航だよ。乗りたい人が多すぎて他ではもう入手できない貴重なパスだ。その超レアな最後の一枚をお兄さんになら特別にたったの10万ゴールドで譲ってもいいぜ。お兄さんのその高貴な顔立ち、どこぞの貴族様とお見受けしたぜ。俺は人を見る目には自信があるんだ。絶対損させないからよ。ささっと決断して俺から乗船パスを買うのがお得だぜ。うん、いやー、さすが貴族様はお目が高い。毎度あり。ああ、おい、あんた、今はこんなはした金じゃ買えねえんだよ。あと100倍よこしやがれ。ね、なんだ。あ、ねえ、こりゃ本当に失礼しやした。あなた様からはたんまりと前金をいただいておりましたね。さあ、どうぞどうぞ。こちらがタイタス号乗船パスでございます。お納めください。もう船が出るのですね。はい、お急ぎください。
あれ、北木、もう出航の時間になったのか。俺の挑戦パスはどこだ。あれあれれ、この金はなんだ。お客様、出航の合図です。船内へお急ぎください。グランドタイタス号の船出を一目見ようと大勢の人たちが見送りに来ているようです。ぜひ後部デッキから答えてあげてください。懐かしすぎる。クローズのことね、忘れてましたわ。ずっと見入ってた。私ね、ムービー中喋ってもいいんだけど、私オンラインやってるからさ、ネタバレ絶対言っちゃうんだよね。もう壮大なネタバレがね、この今のシャークスキン食べるの怖いな。腐ってそうだな。ね、だから 2.3 後半はちょっと見るのね、気をつけた方がいいですよ。一応ネタバレありでやりますけどね。あー、グランド探索号っていうのは想像してた以上に豪華な船だべな。ほら、とても落ち着かねえっぺよ。ずっと昔に買った乗船パスが出てきたから、ついフラフラーと乗ってしまったとはとんでもなく船徳を誤った気がするっぺ。そんな昔のやつ。なんかこのところでさ、戦闘なかったっけ。私ちょっとね、バージョンがねごっちゃになってるんだよね。あ、ここは入れないのね。ここは入れた。だから今からみんなでダンスするのか、パーティー開かれるのか、それ別のバージョンだったっけ。だからあんまり余計、お、迷宮コインの破片が2個あったね、これ。この辺はちょっと回収してた方がお得なんじゃないでしょうか、船の中。酔わないようにね、船の中だから皆さん、私のちょっとカメラワークも悪いかもしれない。あ、なんだこれは。安心のゴールド。私もうゴールドカンストしてて、これ以上預けられないんだよ。ちょっとやりすぎちゃってね。鉄の金庫とかもそういえば手に入るんじゃないかな。あと新しい鍵とかね、種の要素がどうなるのかってのも気になるしね。話しかけてみるか。ご乗船くださいましてありがとうございます。あ、そういえばなんか早くお乗りくださいっていうの、トランクスみたいな声の人に似てたよな。間近で見るチャンス、確かでかいんだよね。あ、ダメか。客室の準備。お帰りなさいませって言ってる。ここもまだ使えないんじゃない。お、使えるのこれ。報酬福引きは何。あ、そうそうだ、あのどこも同じだったオフライン忘れてました、すいません。何言ってんの、しょぼいものしか売ってないんじゃないの。いつもと同じか。お宝探しの鈴、パンドラボックスとかいろいろ見てたからね。ちょっと上上がってみるか。アンルシアとも会えるのか、やっと。アンルシアとか言ってもいいですよね、もう。さすがに。とうとう出航できて嬉しいよ。私ずっとグランドタイタス号の乗務員に憧れてたの、エルマさん。この航海は危険だって言う人もいるけれど、私は平気。お客様のために頑張るわ。頑張るわって言って、あなたは何やってんの？案内係かなんかかな？今から行く場所教えてくれませんか？なんかいろんな場所に行けるんだけどね、一応。うわ、広っ。こんなに広かったの、ここ。なんかオフラインだから広く見える感じかな。オンラインってこんなに広かったか。すっごい広いんだけど。私はグランドタイタス号への乗船を許されたのは身分の高い貴族とごく少数の大富豪だけだったらしいわよ。でも今みたいにどなたでも連弾車に行けた方がいいに決まってますわ、ね。人が多い方がね、確かにね。いやー、これバージョン2始まった時とか、わかんなかったよな。クローズの正体とかが全く本当に読めなかったね。ただちょっとヒントみたいなのはありましたよね。あんまりやめ言うのはやめるか。あの、誰がっていうんじゃなくて、ね、何がっていうやつですね。ちょっと曖昧にしとこう、この辺は。上に上がってみるか。なんか地図とかで行く場所とか見れるのかね。この先は、操舵室だ。これオンラインだったら今から行く場所とか全部マップに出てるんだけど、これもなんかマップに出てる感じでしょうかね。戦歴がクエストリスト紹介される。クエストとかではないよ。地図見るのかな。お話の行き先を表示。特になんかわかんないんだけど、ちょっと操作方法忘れちゃったな。
俺はレンダー車を見てみたいっていう好奇心でこの船に乗ったんだが、もっと切実な思いで乗った者もいるようだ。確か船長さんのところででっかい羅針盤を見るんだったと思うんだけど、その場所を忘れてしまいました。まあのんびり行きましょうか。あ、バザーとかある。そういえば止まった後のバザーって 何になるんだろうね。これ前のやつだな。これビッグサボテン買っとくか。これ確か宿屋に泊まったら更新されるんですよね。屋上を揃うと。あ、ただあまりね、持ち物枠圧迫しても困るな。いや、バージョン2にしてから、なんか新しいバザーの商品増えてるかなとか思ったけど、こんなとこでバザーとかやって売れるんか思ったんだけど、よく仕入れてきてるよね。私、鶏だなんか旅してるみたいだな、これ。この裏か。あ、入れた。測りづらいな。あ、クエストリストが光ってる。ここだったか。なんか始まりそうですね、ムービーが。いや、ごきげんよう。なんで私の名前知ってんの？あなたもグランゼドーラ王国へ行くのですね。すみません。そんなに警戒しないでください。あなたはご存じないかもしれませんが、あなたの名前は意外に知れ渡っているのですよ。あの冥王ネルゲルを倒した人物としてね。私の名前はクローズ。ある人を探し求めて世界中を旅しているものです。操舵室へ行くところだったのでしょう。私もご一緒させていただきますね。ダドリー副船長、やはりどこにも見当たりません。なんということだ。私たちの命綱である魔法の羅針盤が消えてしまっただなんて。お客様、申し訳ございません。ただいま取り込み中でございまして。魔法の羅針盤がなくなったのですね。いえ、あの、その騒ぎは外まで聞こえていましたよ。魔法の羅針盤がなくては迷いの霧を越えられず、レンダーシアには行けないはずですよね。はい、おっしゃる通りでございます。しかしエイブラム船長をはじめ多くの船員たちが探しておりますから。私はどうしてもレンダーシアに行かなくてはならないのです。なんとかしなくては。エイブラム船長、魔法の羅針盤は。残念だが、わしの方は収穫なしだ。その様子ではそちらもダメか。ん？君は？ちょっと失礼。おお、そうだ、わしとしたことがこんな大事なことを忘れておったとは。こんなこともあろうかと、魔法の羅針盤は私が偽物とすり替えておいたのだった。亡くなったのは偽の羅針盤。本物の魔法の羅針盤は無事だ。騒がせて申し訳ない。そんな。本船は問題なくレンダーシアに到着できる。さあみんな持ち場へ戻れ。あれは、あのクローズとかいう人。何かやってましたね。
怪しいな。偽の羅針盤があったとは知りませんでした。まったく船長もお人が悪い。どうしたダドリー、魔法の羅針盤の捜索はどうなっている？え、今船長が亡くなったのは偽の羅針盤で本物は無事だとおっしゃったのでは？バカ者、何寝ぼけたことを言っとる。偽の羅針盤など聞いたこともないぞ。そんなことよりもう一度手分けして隅々まで探すのだ。急げ。あ、はい。船長には少し記憶違いをしていただきました。私はこういう技を心得ているのです。それより最初に操舵室から出ていった赤い髪の船員を覚えていますね。彼を追ってください。おそらく1階のデッキに向かったはず。私もすぐに向かいます。これフーラちゃんとかマユとかが会話に入ってくるっていうのはすごくいいですよね。これオンライン版だったらさ、マユとかフーラちゃんとかいなかったからね。バージョン2からこういうこともできるということは、いや、いいことだ、ほんと。まだ行ってないところ多分あるんだよな、こっちの方とかもね。いろいろ見ときたい。浄土区消しそう。走ってる。これ見て、この、綺麗だね。オフラインなのに。なんか同じところ走ってるような気もするけどね。結構ムービー多いね。私が黙る時間が多くなっちゃう。お、酒場だ、広い。なんか全然お客さんいないんだけど、大丈夫なのこの船。え、乗ってないよ。でもなんだかんだ冒険者の酒場。あ、これは登録とかか。あ、いい機会だからなんか登録しとく。あ、ここは魂神殿みたいな感じか。なんかあったかな、私。ちょっと自分を登録しとこう。未登録か。いろいろ持ってるんですけどね。虹色のオーブとか槍とかメタキングなんとか、まあ、一応福引き券アイスキルか、まあ、こんな感じでやっとくか。もうまたね、なんか機会があったらこうやってね出しときます。はい、 OK です。まあ、これは いらないでしょ普通に。まあ、私とフレンドなりたいよっていう人は頑張って入力。いや、入力しないな私も。福引き券だったらまたちょっとね別の機会に やろうと思ってる。一回作ったりとか。これどっから来たの？それよりちょっと道がわかんないんだけど、どこが酒場だよな。これ横から入ってきたっけ。ここか、ここの扉か。あ、ここだったね。で、ここのここは何？なんかタンスみたいなやつか。何も読めない。特に何もなし。お、教えてくれよ今から行く場所。行ったーいって言ってる。一階降りて行ったわ。下に行けってことだな。この辺とかも見たかな全部。誰だ、もう信じられない。いきなり船員たちがやってきて部屋の中を引っ掛け回していった。ジュディさん、みんな部屋あるのちゃんと。私の部屋は、私の部屋って用意されてるの？ないような気がするんだけど。 こっちとかはどう？ここパーティーとかの時に使うのかな。まあ今は下降りるか。今回は到着するみたいな感じか。こっちはまだ、ああダメか。この壺は怪しいな。もう調べたかな。あ、ウェナシェルだ。この人も話しかけたよね。もうね、お騒がせしてます。まあ、最初のところだよな絶対。確か戦闘があった記憶がありますもん私。お、こいつはなんかすごい勢いで赤い髪の繊維が走ってきて、そこの扉からてっきり出ていったね。なんか記憶がありますもん私昔の。不穏な音楽だよこれ。クローズも一緒に戦ってくれるのかな。これが偽物だと。まさかそんなはずが。先についているとは
さすがですね。これモヒカントみたいな敵じゃなかったっけ？見やがったな。ちょっと私の記憶が偽の羅針盤を使わされるとは、黒覚えで間違えてる可能性もあるけど、俺も焼きが回ったもんだぜ。いいえ、偽の羅針盤なんて最初から存在しませんよ。え？え？私たちはどうしてもレンダーシアに渡らなくてはならないのです。その本物の羅針盤を返してもらいますよ。うわ、よくも騙しやがったな。絶対レンダーシアには行かせねえ。魔法の羅針盤なんか壊してやる。捨てても無駄です。たとえ海の底に沈めたとしても、私がたやすく見つけ出してみせましょう。どこまでも小尺な。ことを荒立てるなと言われていたが、こうなったら仕方がない。俺は冥王ネルゲル様の使いマボック。冥王様のご威名により何者にもレンダーシアの血は踏ません。私は急いでいるのです。死しての血も、冥王ネルゲルはレンダーシアの地へ渡る者を妨害するよう配下に命じていたのですね。一体何の騒ぎだ。守るが。レンダーシアの地を踏む者に災いある。よかった、海に捨てられなくて。危うくあなたに海へ飛び込んでもらうところでしたよ。我々が求め探し続けていた魔法の羅針盤がついにこの手に戻った。諸君の協力に感謝する。まもなく本船は迷いの霧に突入する。君たちも船内で安全を確保してくれたまえ。これでレンダーシアに行けるはず。とはいえ、到着するまでにはまだしばらく時間がかかるでしょう。もし船内ですることがなくなったら、客室案内係に言えば港に着くまで部屋で休ませてもらいますよ。
1階のカウンターにいる人です。覚えておいてくださいね。戦闘の記憶ないなって思ったらクローツが倒してくれてたんだね。1階にいるどの人だったかな。この人か。もう休んじゃおう。いろいろと不手際がございまして申し訳ありませんでした。本線は間もなく迷いの霧に突入します。客室乗務員1階。え、これはい、こちらへどうぞ。また会いましたね。さっき会ったばっかりだけどね。あなたもこれからお休みになるところでしたか。はい。ご乗船のお客様に申し上げます。これより本船は迷いの霧に突入いたします。甲板やデッキにいらっしゃるお客様は速やかに船内へお戻りくださいませ。ダメです。機器が全て作動しません。こちらもです。全く舵が効きません。これが迷いの霧の力か。頼むぞ英知の結晶、魔法の羅針盤よ。船長、火事が効きます。よし、あの光が指し示す方向に進路を取れ。どうやら落ち着いたようですね。あとのことは船員たちに任せて、私たちは休ませてもらうことにしましょう。なぜだ。なぜグランゼドーラ王国につけん。迷いの霧は無事抜けましたが、潮の流れが強くグランゼドーラの海域にはどうやっても近づけないようです。仕方あるまい。今はレンダーシアへの上陸が最優先だ。本船はここに停泊する。不本意ではあるが、乗客にはイクロでグランゼドーラ王国へ向かってもらおう。お客様にご案内申し上げます。本船はレンダーシアに到着いたしました。目的地であるグランゼドーラ王国の港とは異なる場所となりましたが、レンダーシア上陸を最優先と判断し停泊いたします。現在クルーたちがお客様を浜辺までお送りしております。グランゼドーラ王国を目指されるお客様は陸路にてお迎えください。なお
レンドア島へのお戻りをご希望なされるお客様は浜辺にいるクルーにお申し付けください。ココラタの浜辺到着しました。新しいクエストが追加されております。おう、ミラクル聖術と遥かなる釣りとかが追加されてますね。装備品が増える。釣りレベルの上限が40。お、職業レベル上限が99になる。これはちょっと受けよう。先にやった方が良さそうですね。ここのココラタのところ来た瞬間でルーラストーンでいつでもなんか来れるみたいだし、まもなくグランドタイタス号は連動に向けてこんなに苦労したのに戻りますかって、いやそれはないでしょ。ちょっとびっくりしちゃって、そんなに簡単に戻ってこっちにまた来れるわけ。ちょっとここのココラタの浜辺だけ 見ましょうかね。いや面白いなこれ。あ、これあれだ、今は使えんけどこれ今後わかりますね。ちょっとルーラー見てみる。ルーラストーン、あ、エンダーシアあるよこれ。 いいねこれ。あ、こんな感じになってたんだ。上に上がる感じで、この辺は特にあまり関係ないと思う。船を下ろされる。よくここでやっていけてるよな、商売とか。全然人いないと思うけどね。お姉ちゃん、いいこと教えてあげるね。ここに来た人はみんな死んじゃうんだよ。キャハハハハ。いたな、こういう子。あと、あの、覚醒の光と、これの時系列どんな感じだったかっていうのを忘れちゃったの、私。ちょっと楽しみなんだよね。三門の関所ありましたね、これ。しっかり準備していってねって言っても、いいもの売ってないでしょ、これ。世界を包み込んだ白い光はレンダーシアから放たれたはず。なのに、この地の人たちは誰も見たことがない。そうなんだよね。これもね、今後分かってくるんですよ。何かが変では、この地を旅する方のために、せめて私の力を役立てしましょう。あ、セーブ？転職ね。セーブ境界でしたいな、まずは。まだキラキラとか落ちてないのかな。何も見つからなかった。赤いサンゴ。いや、楽しい。どうしよう、どこまでやろうかな、今日。ふふん、僕知ってるよ。お姉ちゃんも世界を覆った白い光のことを聞きたいんでしょ？はい。え、変僕ね、そんな白い光なんて見たことないよ。勇者様はグランデドーラのお城にいるんだ。これ今いるんだったっけ？今不在じゃなかったっけ？どうだったっけ？教会。何かがおかしい。お祈りしとこう。ちょっとレベル上限解放しましょう、先に。何番にしとこうか？ 3 番ぐらいにしとこうか。まあ、そこそこやったんじゃないでしょうか、今日はね。だいぶ古いデータに上書きしたな、私。あ、何もない、ここ。もうすごい、数ヶ月ぶりにゲームを始めたっていうのが丸わかりでしたね。何も見つからなかった。一応図鑑とかは全部埋めてるんですけどね。こんな感じか。ちょっと外出たら音楽も出る。あの、音楽聴きましょうか。すごくいいんですよね。こんだけしかないのか。こんなに狭かったっけ？釣りって何が釣れるんだろう、ここ。それもちょっと見とこうか。そこまでいいのじゃないと思うんだけどね。アジ、トビオ、クラゲだって。さあ。これ何の音楽だったっけ？トゥ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 だったっけ。イットとかまだ人物紹介で出てくるんですよ。レンダーシアなのに。そう、これ初めて来た時すごく良かったよな。あ、ワカメだ。あ、ポンデとかいる。これ転生でやったやつだ。今から三門の関所に行くんですよね。
じゃあ今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。